続きまして倉敷市文化連盟企画立案ふるさと劇場倉敷、そして源平富士と、それではご紹介いたします。1984年倉敷の町がまだ海の中だった頃のこと、富士登海峡で源平合戦が激しく繰り広げられました。明治軍の佐々木盛綱が大河の兵士を攻めるため漁師から海の中の浅い場所を教えてもらい戦いに勝ちます。これを自分の手柄にするため漁師を殺しました。漁師の母親がささと聞いたらささまで憎いとささをむしったささだし屋が、盛綱が漁師を供養してお経を埋めた京ヶ島合戦の犠牲者を弔った富士登寺など、今も史跡が多く残されています。富士登の史跡をはしゃぎ地域を起こしたふるさと劇場倉敷、そして源平富士登にちなんだ歌謡曲を4曲作り CD を制作しました。曲は盛綱先陣、笹梨山、富士登愛歌、雨の沙羅草樹、本日はその中でも2曲をお聴きいただきましょう。まずは盛綱先陣、歌っていただきましょう。キングレコード嵐誠一郎さんです。東京は今寿永3年12月に人には無謀と見えると我に勝利の秘策あり、南無八幡大菩薩。Yeah.